はい、皆さんこんにちは。本日の動画はアウールの T シャツを使って大人の休日スタイルオンオフ着回しコーディネートをお届けします。アウールはアフォーダブルシックをブランドコンセプトに掲げ、2022年 SS シーズンにデビューしたブランドです。ブランドフィロソフィーは3つあり、シックで上品な雰囲気かつ非常に楽に着られるアイテムを揃えています。一方目はペイジーという方で、こちらはニットのような着心地の上質なカットソーです。襟元がニットのような編み立てになっているのがかなり特徴的な T シャツかなと思いました。シルエットはかなりベーシックな T シャツです。はい、まずはオンコーデを組んでいきます。合わせるのはグレーのスラックス。ジャケットもグレーのジャケットを合わせてセットアップで、中のインナーを黒 T で合わせます。グレーのセットアップにブラックのインナーを合わせるのはかなり大人見えするので、個人的には好きな合わせです。足元はブラックのスウェードローファー。はい、まずはこちらビジネスシーンを想定したオンコーデです。職種にもよりますが、あえてタックインはせずにタックアウトすることで少しラフさを出しています。はい、ジャケットを脱ぐとこんな感じです。ペイジーは襟元がニットのような編み方になっているので、 T シャツ1枚になってもかなり上品に着られるかなと思います。見た目はもちろんなんですけど、着心地もかなり良かったので、これは着ていてストレスなく仕事ができるかなと思いましたね。はい、オンコーデはこんな感じで、ここからオフのコーディネートを組んでいきます。今回のオフコーデは少しカジュアルなジャケットコーデを想定して組んでいくんですけども、まずパンツはグレーのジーンズを合わせていきます。もう正直夏場はこれだけでもすごくかっこよく決まるかなと思います。はい、で今回合わせるジャケットはこちらのネイビーのジャケットですね。ブラックにネイビー、グレーの合わせはかなり好きな合わせです。足元は黒スニーカー。はい、ペイジーを使用したオフコーデはこんな感じです。ジャケットが持つクリーンな印象をジーンズが少し崩してくれるので、休日ラフにジャケットを着たい方はこの合わせはすごくおすすめです。もちろんこんな感じで黒 T シャツにグレーのジーンズを合わせてモノトーンで決めていただいてもいいかなと思います。はい、ではここから2型目の T シャツを使ったオンオフコーデを組んでいきます。2型目はウェグナーという方で、こちらはニットのような光沢感と非常にソフトなタッチ感が魅力の T シャツになってます。こちらもペイジーと同様、襟元が編み立てされているのでデザインのポイントになっています。適度にジャストフィットするシルエットなので、ジャケットや羽織物のインナーとして最適な T シャツですね。今回カラーがオフホワイトになるので、ブラウン系のコーディネートを組んでいきます。パンツは少し太めのブラウンのスラックス、ベルトの色もホワイトにすることで統一感を出していきます。アウターはブラウンのレザージャケット、シューズもブラウンのブーツを合わせます。はい、ウェグナーを使用したオフコーデはこんな感じです。 T シャツの色味がオフホワイトになるので、全体的なアイテムをブラウンでまとめてスタイリングを組んでみました。はい、お次は同じ型の色違いを使ってオンコーデを組んでいきます。カラーはこちらのディープブルー。こちらのディープブルーはかなり綺麗な発色性になるので、1枚で着ても上品さが伝わってきます。個人的には青がすごく好きなので、この発色の良さは惹かれますね。はい、今回はブラックのセットアップを合わせていきます。足元は黒のスニーカー。はい、ウェグナーのディープブルーを使用したオンコーデはこんな感じです。
色味のバランス的に足元は白スニーカーとかでもいいかなとは思ったんですけども、個人的にビジネスシーンであんまり白のスニーカーを履きたくなかったので、今回は少しカジュアルめな黒のスニーカーを合わせてみました。ただ色味のバランス的に言うと、足元は少し明るめのスニーカーを履いていただいた方がバランスはいいかなと思います。ウェグナーは上品なドレス顔をしたカットソーになるので、こういったビジネスシーンでも違和感なく活躍する T シャツですね。はい、お次はこちらの同じ T シャツを使ってオフコーデを組んでいきます。合わせるパンツはこちらのネイビーストライプのスラックスです。ネイビーを合わせると少しグラデーションのような色合わせになるので、個人的にかなり好きです。今回は少しきれいめな印象のシャツを合わせていきます。腕周りにアクセサリーをつけて、足元は黒のスリッポンを合わせます。はい、ウェグナーのディープブルーを使用したオフコーデはこんな感じです。カラーはブルー系でまとめつつ、上半身から下半身にかけて徐々に色味を暗くしていくグラデーションコーデを意識してみました。今回シャツとスラックスを合わせていて、かなりきれいめな印象が強いので、足元は革靴ではなくあえてスニーカーのスリッポンを履くことで少し抜け感を作ってます。はい、ではお次が最後3型目を使用したオンオフコーデを組んでいきます。はい、3型目はこちらのパブロという型で、適度に程よい張り感と軽さを両立させたシンプルで上品なカットソーです。蝶々面を使用していて、肌触りが柔らかいのとかなり上品なツヤ感がありますね。この質感伝わりますかね。はい、まずはオンコーデを組んでいくんですけども、今回はネイビーのセットアップを合わせていきます。今回はタックインをして少し綺麗な印象でまとめたいと思います。足元は黒のスウェードローファー。はい、パブロのブラックを使用したオンコーデはこんな感じです。暗めのネイビーとブラックのツートンコーデは個人的にもかなり好きでよくしています。このパブロという型は先ほどご紹介した2型に比べると少しツヤ感があって、かつ着心地もかなり良かったので、すごく好きな T シャツでした。はい、お次はこちらのパブロを使って最後オフコーデを組んでいきます。今回はチェック柄のフレアパンツを合わせていきます。ジャケットはブラックのレザージャケットを合わせて少し大人っぽくまとめます。足元は黒のサイドゴアブーツ。はい、最後パブロのブラックを使用したオフコーデはこんな感じです。タックインをすると少し全体のバランスが良くなかったので、今回はタックアウトをして少しラフに合わせています。パブロは張り感もあって1枚で着てもかっこいいので、夏場はこんな感じのスタイルでもいいかなと思います。個人的な感想で言うと、このパブロが一番肌触りも良くて好きな T シャツでした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日の動画はアウールの T シャツを使ってオンオフ着回しコーディネートを組んでみました。今回ご紹介した T シャツが気になる方は概要欄にリンクを貼っているので、そちらからチェックをしてみてください。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。